おはようございます。ドドチューブでございます。本日はちょっとステイケーション、コロナも明けたので、はい、ステイケーション何ってなるんですけどあのちょっと私、娘がですね、夏休み一緒に全然遊べなかったんですよ、はい、なのでちょっと娘ちゃんとちょっと東京で一泊旅行をしたいなっていうことで、はい、本日はやってまいりました。イエーイ。おやすみ。はい、これはもう一体できた。早っ何やってるんですか。明日ちょっとあの撮影がございまして、それのスタイリング、マッキントッシュさんで毎年恒例の、はい、もう4シーズン目とにもな、3シーズン、いや4ぐらいいってると思うんだよ。でそうですね。ね、ってことは私 YouTube 4年やってるってこと。4年も続いたことないのに人と嘘嘘さすがにある。何体くらい組む予定ですか。明日行ってみて、いろいろ着るってなると思うから、うん、多めに10体12体ぐらい組んどいて、うんうん、で8体とかメインとなるものはみたいな。でこれ私買ったやつで、すごいお気に入りのフード出して、なんか結構綺麗めのコートとか羽織ったら超可愛いと思う、ね、確かに。デニムも履くじゃん、絶対デニム履くって履くじゃん、はい、25と27のサイズがあって、確実に大きい方しか入らないので大きい方しか持っていかなくていいです。大きい方だけでいいです、はい、何度も申し上げます今日ショックだったんですよ、これが、はい、ちっちゃいのがちっちゃかったって。そのパラシュートパンツですか。そう、結構もっとタポッとして履けるかと思ったら、ここが結構ピチピチで。ウエストってことですか。うん、なんかみんなが痩せたね痩せたねっていう言うのがすごいお世辞なんだっていうのが初めて気づいて、ちょっと腹が立ってます。なんでみんななんでそんなお世辞言うの顔が痩せたんじゃないですか。こけただけじゃない、それ疲れてるってことじゃない、失礼じゃないどうにかなんないかね、この体型。ユミコはやってるんですよね。やってない、正直それやったらいいって話ですご飯食べに行ってプール予約したの。え、プールで予約制なんですか。すごいんだって、コロナが開けたから。あー、混んでるってことですね。混んでる。私チェックインするときすごかったの、人。へー、外国人が。そうなんだ。で、今日は、はい、木島さんのインスタライブしたいと、はい、あ、そうなんですね。ずっと温めといた帽子が、はい、もう温めすぎて、はい、私はもう本当冷凍保存しちゃって。パリの時に被ってますよ。もう念入りに念入りに何度もサンプル作り直してできたやつがパリだったの、うんうん、はい、だからもう私はこれ1年越しなんですよ、はい、なのでもう冷凍保存されてて、正直発売日がいつとかもう一旦忘れてたんですよ、はい、そしたらもうすぐ発売だよってなって、はい、え、じゃあちょっとなんかインスタライブとか しなきゃなってことでやりたいと思います。わかりました。すごい、こう生地なんですか。シルクよ、シルク。さすが。これね、高級なの、ほんとシルクだから全部が。こうやって垂らして、で、私はこれでチャリでかっ飛ばして、だからここがファ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 、ノリだみたいな。で、もう曲が流れてる、はい、めちゃめちゃ。あと、こういう感じで、ここで結ぶこと。かわいい。前がスッキリ、ノリダーにならないバージョンこれでチャリでかっ飛ばしてる時もあります。何ウェイもできんの、これ。これもね、もうほんと木島さんと一緒に一生懸命考えたんだけど、この結び方も皆さんご自由にって感じなんですけど、うん、そしたらここがキュッとなって、私ちょっとキャリーさんに見たいとか、うん、なんかそういう風に言う人いるんですよ、すぐキャディさん何が悪いの、はい、とも思うんですけど、でも日よけはまあかなりこっちの方がなるよっていうところでもあるし、日焼けちゃうってことですね。日焼けちゃうの。これ私インスピレーションドバイフランス映画かなんかで、うん、人ん家に行ってぼーっとしてる時に流れてて、うんうん、え、これ何の映画なのって聞く暇もないぐらい、なんか別のことをやってる時にパッ、へ、可愛いと思ったのが、その帽子の上から何かをまとってるのか、もしくは帽子かと一体化してるのかがわからないレトロ映画だったんですよ、はいはいはい、映像が荒れすぎて。あ、これ木島さんと絶対やりたいってなったんだけど、そしたら今年の夏田舎で川とか行ってたんですよ、はい、そしたら小花柄で全部、うんうん、
全く同じ仕様の帽子をかぶってる田んぼのおばちゃんがいました、はい、本当にね、ここも小花柄だし、ここも小花柄だったの、うんうん、素材が違うだけ、はい、他はほぼ一緒みたいなおばちゃんがいて、インスピレーションそっちだなって思われたくないなって思ってます。違うから、ドジャキャットのそういう新曲があって、あ、そうなの、流行ってんのよ TikTok で。 TikTok 見てないの？見ないよ、うち娘がいるからさ。傘がある。悩みがこんなに尽きない人生になるって存じ上げませんでした。なんで教えてくんなかった誰も。43にもなっていろいろ悩みが増えてくって。悩み教えてよ、リュゲでって。美味しかったね。ごちそうさまでした。とんでもないです。広み深みのお家もこういう感じになってます。確かに、これは保育士も使えそう。お帽子人気者になれるかも。あ、保育士さんですか。毎日お疲れ様です。こういうのも可愛いと思います。はい、で私はこれ大体夏チャリをメイクを落としていきたいと思います。ライブしてるとさ、うん、ついつい楽しくなっちゃって長くなっちゃうんだよね、うん、ファンデーションと日焼け止めが薄くしか塗らないから、メイクで一番落とさなきゃいけないのはこちらのリップでございます、はい、必ずお湯を張ったらですね、何か入れます。絶対に。そうなんです、ね、あのただの水でお風呂に入るってことが基本的には NG でございます。本日はバスミルクアイスランドフォレスト薬島さんの N オーガニックホームのですね、やばい、匂いがやばい、最高、結構たっぷり使う、はあ、ってことで、うん、テイクアバスしていきたいと思います。あ、もうちょっともちもちしてる。モーニングでこちらであの洗顔もするんですけど、さすがに裸でやるのでそれはあのカメラ NG。 お風呂入ります、はい、気持ちよかった、最高に。やっぱバスオイルとかバスクリームとか入れると最高です。スキンケアしてまいりたいと思います。 N オーガニッククレナム、 N オーガニックの中でも最高峰のエイジングケアラインでございます。最高峰とかって言われちゃうとこれくださいってなりますよね。いっちゃんいいやつくださいってなります。夜はどうしてもシートりたいんですよ。シートするといいよっていろんなところで聞くから、どうしてもシートをしたい、そういうお年頃でございます。それも N オーガニックプレナムですか？違うんです、 N オーガニック黒いケースです。黒いケース。N オーガニックウィンクルエッセンスマスクっていうんですけれども、今日はN オーガニックプレナムのお話をしたいんですけれども、どうしてもシートマスクがしたかったので、はい、ウィンクルエッセンスのマスクをしております。あ、最高で、これは後で裸になった時に全身使うので、はい、ちょっと保管します、はい、バスエッセンスを垂らした時ぐらいか、私のね唯一癒されタイムです。私の大切な時間です。私の私の大切な時間です。このホームケアとでも言いますか、そういう工夫なことをしている時間がもう唯一私の大切な時間、本当に癒されるんだ。フェイスパックしたのにするんだって思ってるかもしれないけど、これが大切なんです。たっぷり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 がもうとにかく私のポイント。アロマ調香デザイナーの斉藤智子さんが香りをね
作ってくださってるみたいで、この N オーガニックプレミアムシリーズはとにかくね、私香りすごくうるさいんですよ、はい、結構うるさいんです、はい、こう見えて斉藤さんにね、斉藤さんだぞって開きそうになるんですけど、めちゃくちゃ声優って感じ。声優が本当に好き。声優じゃないものも好き、香水的なものも好きなんだけど、うんうん、声優ってとにかくさ、自然界の中にあるものじゃないですか。偉人で結構好きなランキング3人中の1人がアインシュタインなんですよ、はい、でアインシュタインの名言で、うん、なんか全て自然が知っている、自然界のものが全てを知っているっていう話なんです、はい、自然界のことをちゃんと見ていれば全てがわかるみたいな名言があって、なので自然なんです、声優なんです、声優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 それは見て気持ちよさそう。あとさ、この何だろう、素材がわかんないんだけど、ちょっと冷たいくなる。え、何知ってんのそうマジでマジで、はい、本当に気持ちいいですよ、ね、私今ちょっと若干伸ばしてんのね、はい、なのでめちゃくちゃ気持ちいいです、このひんやりが。よくインフルエンサーみたいな人が海外の化粧品紹介する、だいたいこう直で、うんうん、直でこうやってやってんの、おしゃれだって毎回思ってたんだよね、うんうん、なので私も今日皆さんの前でこうできていることが大変光栄に思っております。なんでこんな冷たいのマジで謎。めちゃくちゃ気持ちいい。おでことか眉間とかこういうほうれい線とか、これアイクリームなんですけど、基本的にはこう自分の気になるところ全体的にこうやって直でこうするとすっごい気持ちいいので、その保湿が足りてないなとかシワすごい気になるなっていうところにこうやってやってください。私なんてさ、もうシミシワくすみ全部よ、全部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 気になっちゃってて、はい、もうなんかもうとにかくこういうのに頼りたい、お願いしますって感じで、お気に入りです。私の仕上げはクリームでございます。クリームでございますテンションすみません、高めで。こちらですね、クリームを、私の使い方ね、うん、1、2、3、4、5、6 こういう感じです、はい、こう伸ばすでしょ、うん、で、手に追いの老いのものをこういう風に取って温めるんですよ、はい、あったかいくなーで温めるんでしょ、はい、で温めパックを私は自分でやります。気持ちよさそう。気持ちいいに決まってんじゃねえかよ、気持ちいいよ本当に。言ったじゃん、私の癒しタイムだって。唯一私のお風呂とかそういうのが癒しの時間なのよ、美容のこういう時間が。テクスチャーはぬにゃちょーって感じだけどベタつかないんですよ、正直そこがこのクリームの特徴かもしれない。これからの季節絶対って感じ、乾燥するじゃん、 What you want? って感じでも、ベタつかない。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。今から出かける準備をしたいと思います。寝起きの顔を見せられたもんでもないですね。モザイクかけてきます。モザイクかけモザイクかけてくれるんだったら。おはようございます。さっきはすいませんでした、なんかちょっと恥ずかしいところ見せちゃって、今からスキンケアをしていきたいと思います。ちょっとマリナちゃん借ります。朝はね、私強く洗顔したら良くないって聞いたんで、軽くしか洗わないです。こちらのローションから、あ、精油
もう香りがすごい。このね、とろみのある化粧水のローションの感じが肌のもちもち感とすごいリンクしてる。昨日同様、このこちらもやっていきたいと思います。グリーン1、2、3、4、5、6。もうちょっとこうつけて温めます、うん。なんかさ、ホテルとかにいるとさ、うん、乾燥するじゃん、うんうん、しっとり守られてる感じ。なんかこう、うん、ベールに包まれてる膜がって感じです。コーヒーでございます。テーブルが大荒れです。マリナちゃん、あの後寝た？寝ました。そっか、じゃあ結構寝たね。はい、すっきり。うん、美味しい。メイクしていきたいと思います。下地 UV 入りのハイライト。もうさ、肌がもちもちしてるからハイライト入れた時に自分の顔がふっくら見える気がする。もう今日はファンデーションとか塗らずに、うん、このまま行きたいと思っている。いけそうです。いけそうだよね、はい、ふっくらして見える。気持ちの問題？いや、多分してる感じします。ってちょっと思っちゃった。調子よきよき。本当にふっくらしてない、うん、なんで？すごくない？すごい。下地とハイライトだけにしました。理想は、うん、そうなんです。ファンデーションを塗ると42歳なんで、うん、シワが深く入るんです、うんうん、ファンデーション塗ると厚塗りになると。だから極力もう日焼け止めとだけにしたいんですよ。なんで理想のお気に入りの肌になりました。次の現場に参りたいと思います。ピアスどこか分かりました？分かった。あ、嘘。シトラリーってとこ。シトラリー、みかんってこと？いや、なんか星の名前っぽいです。あ、シトラスとかじゃなくてね。可愛くない？可愛いです。可愛いよね。どうでしたか、ワーケーション、ステイケーション？いやいや、マジ秒で終わりました。プール行けなかったです。秒すぎました、ちょっと。しかもそうなの、娘が着いて2時間ぐらいしか起きてなかった。間違いない。なんか私ホテル暮らしでいいかも。その東京にいても海外にいても、はい、どう？憧れます。憧れるよね。毎日さ、綺麗なシーツでさ、うん、生活してさ。綺麗なバスタブ入ってさ、どう？そういう生活やりたい。やりたいよね。物が多いから、うん、無理かな。確かに。物だけ倉庫みたいなの借りて、うん、不便か。マルシェ行きたいな。おはようございます。お願いします。じゃあこっち側をメインに、はい、それで行きたいね、はい、あ、イギリスロケ行きたいです。お願いします。まだまだ暑いですね。でも寒くなると急に寒くなるからね。秋ないよね。秋がね、うん、どんどんその気温の変動が激しくなって、私のVlog でした。東京ライフ。今日は打ち合わせデーなので何本も打ち合わせが入ってて、打ち合わせに行っていきたいと思います。バイバイ。